この場面がもう異変の前という事実に驚きを隠せません。さて、今回フルコンを狙っていくのはフロートです。大移動場2020ではヒューガに3曲目に採用されていた曲です。歴代の普段課題曲の中でもかなり好きな曲であり、ウツムシが人生で初めて金9段を取ったのもこの場面でしたね。まさか去年ずっと続いていた普段の壁をぶち破って10段を取るとは思ってもみませんでした。この企画ハウプヌシが星10の譜面をフルコンしていく企画になります。最初はフルコン難易度の低いものから徐々にレベルを上げていきます。さてフロートといえば最後の超複合が最大の難所ですね。それ以外は正直なところそんなに難しくないです。複合で何回ガニで散ったことやら、ここからのサビの盛り上がり方が非常に好きです。終盤の複合に向かって盛り上がっていくのと同時に、複合ちゃんとさばけるのかというのがダミーの時にはずっと頭にちらついていましたね。フルコンした時の称号は運命の糸を紡ぎしものです。かっこいいですよね。